ハロー、トミです。トリプルスリーで都庁を目指せ。今僕は船橋駅の前にやってきてます。ここからですね、まあ、大都市新宿都庁をね目指していきたいと思うんですけども、いろいろ制限をかけて旅していこうという企画になってます。歩数制限、これが3000歩です。万歩計を使って厳密に測っていきたいと思います。所持金3000円、制限時間付き3時間です。3000歩3000円、3時間のトリプルスリー。公共の交通機関何でもありなんですけど、普通に行ったら船橋から、まあ、1時間ちょっとあれば都庁に着けちゃうんで、まあ、3時間余裕じゃんかということなんで、30分に1回ミッションタイムがございます。クリアしつつ、その制限時間、制限本数、制限金額の中で目指していきたいと思います。これをスタートさせてからもう一気に始めていきたいと思います。スタート。これで新宿までの切符550円買いました。切符買うだけでめっちゃ暑い。全部取れちゃったよ。ちなみに今11分経ちました。スタートして最初のミッションが大体約20分、どの辺でも着くあと20分。うーん、亀井の亀井のいいとこ攻めてる。これも関連とか金賞あたりかなと思う。最初のミッションが、まあ、割と繁華街だし、まあ、やりやすいかもしれないし。ゼロ、30分経った。はい、ということで30分経ったんでミッションタイムでございます。さっきね、電車の中で話してた通りですね、ちょうど着いたのが錦糸町駅でございます。ここまで68歩。いいのか悪いのかは全然わかりません。ただとりあえずまだ、ね、100歩にも行ってないんで、まあまあいいペースなのかなと思います。問題はね、このミッションがどうなるかな。じゃあルーレットスタート。止まった。おすすめ漫画紹介。僕のおすすめの漫画を一冊買って、この動画の中で紹介するというミッションですね。なんじゃそれ。外に、ね、一回外に出ないといけない。時間もないから、うん、どんどんミッション成功していきましょう。はい、じゃあ行こう。はい、ヤンマガで連載してるやつなんですけど、言ったら殺し屋の話。映画が公開されます。主役は岡田准一です。アクションもめちゃめちゃある作品なんで、これ今日本でやっぱ映画化するとなったら、まあ、岡田くんがやっぱベストなのかなって確かに思うかな。そう、読んだことない人は面白いんで読んでみてください。ブックオフで中古で買ったのに460円っていう。所持金が結構削られた。えぐかったな。ああそうだね。なんと、もうスタートから58分経ってる。で、まあ、とりあえず駅の方まで移動しとくか。はい、まあ、そうですね。駅に移動している途中にですね、1時間が経過したので、ここでまた、ミッションを。ミッションによってはめちゃめちゃ沼にはまる可能性が出てきた。ここで終わってしまう。やばいやばい。スタート。何になるか、時間かかんないやつがいい。おお、なんだ。あ、レモンサワー1杯飲む。これはもうすぐいけるね。じゃあ次のミッション、レモンサワー1杯ですね。はい、もうそこでいきましょう。はい、おっと、来た。やばいんだけど、ストロングしか売ってなかった。すぐ行っちゃう。ここで飲んだらめっちゃ効きそうなんだけど、いただきます。はあ、炭酸はきつい。世界が世界が、もう半分減ったから。
高くなった高くなった、はい、よっしゃ、これで、うん、女性コナンで、ちなみに歩数的には573歩数はまだ余裕あるけど、ちょっと時間がやばいかもじゃあ急いでいこう、はい